電源が入らなくなったな。電源入りましたね。あれなんでさっき入れんかったんやろ。 CMOS クリアしていきます。 CPU のハンダクラックなんかな。はいどうもやりよし。はいどうも、ブラックパンダです。今回のジャンクはこちらです。パナソニックのレッツノートですね。 CFMX4 になります。こちらですね、電源ボタンのこの緑色ランプはねつくんですけれども、あれついてない。あれ電源が入らなくなった、ね、この前動作確認した時は電源は入るんですけれども、この画面が何も出ないっていうやつだったんですね。で外部モニターにつないでも何も映像出なくてですねっていう、まあ症状だったんですけど、もう今見たらね、電源ボタンを触るとこのバッテリーのランプはつくんですけど電源が入らなくなりましたね。なんでや。これレッツノートのね、こういうシリーズ、ここの電源ボタンの接触がね結構悪いのが多いんですけど、なんかそんな感じじゃなさそうですね。多分どっかがね不具合起きてるんだと思うんですけど、一回安定化電源挿してみますね。ああ充電はされてますね。今ね 16V 0.7 アンペア電源流れてますね。で今充電のこの、オレンジ色に光ってるんで充電はされてるんですけど、この状態で入るかな電源。あ電源入った電源入りましたね。あれなんでさっき入れんかったんやろ。バッテリーがおかしいのかな。で、このね電源入った状態で、画面が何も、出力されないとのことでね、多分まあバッバックライトもついてるような気配はないので、まあどっかがねおかしいんだと思うんですけど、一応ね電源ボタン長押しで電源は切れますね。あでもアダプター差してなかった、電源入れへんのか。バッテリーおかしいんかな。でも抜いても消えへんしな。うん、まあよくわかんないですけど、まあとりあえずですね、この状態で一番最初にね、まあ何を、まあ、したらいいのかなって思った時に、やっぱりその CMOS クリアですよね。レッツノート CFMX シリーズはね、この裏についてるネジを全部取り外せばね簡単にガバッと取れるんで、まずはね CMOS クリアやってみてね、もう一度動作確認してみたいと思います。では分解していきます。まずはバッテリーを取りまーす。でね、もう裏についてるネジをすべて外します。よし、これで OK。 このシリーズはですね、中にもう一つバッテリーが搭載されてるので、こいつも取り外しておきます。で、CMOS ネジがここについてますね。これを一回取って、CMOS クリアしていきます。OK。CMOS クリアでも状況は変わらずですね。一応電源はついてるんでね、まあ主要な電源周りにはショート反応はないような感じですね。まあ今ですね、まあいろいろ調べてて、最後基板にね汚れがまあ目立つような感じであったので、アルコール
で洗浄してたんですけど、するとですね電源が入らなくなってしまいましてですね、まあ、バッテリーを挿すと、まあ、ちゃんと充電は開始されてるんですけど、最初のね状態、この状態で電源が入ってたんですが、今はねもう電源すら入らなくなってしまいました。まあアルコールで洗浄した箇所、 CPU 周りを洗浄した後だったんですね、この症状になったのが。 CPU のハンダクラックなんかな、一回ちょっとねこの CPU 温めて、まあ、どういう動作になるか見ていきたいと思うんですけど、まあとりあえずですね、まあ、軽くヒートガンで炙ってどうなるかっていうのだけ先に見ておきたいと思います。まあ、これ炙ってね何か症状に変化があれば、もしかしたらねその CPU のハンダクラックなんじゃないかなっていうことで、またねプリヒーター出してきてリフローしていこうかなと思うんですが、よしこれでいいかな。電源挿します。あ、ついたで今電流流れてますね。あ、これでさっきとね同じ状態に戻りましたね。なるほど。ね電源アダプター挿して勝手に電源が入るのは多分あの CMOS クリアされてるからだと思うんですが、ということはまあ CPU の温度変化でまあちょっと症状が変わったということなので、まあおそらくこの CPU のハンダクラックが原因でちゃんと起動しないんじゃないかなと予想してですね、今からリフローしていきたいと思います。このコーナーボンド、これをね先に取っておきたいと思います。よし、 OK。はい、リフローしてですね、とりあえず仮組みまでしました。一応仮組み前に基板オンリーで、まあ、安定化電源挿して確認してみたところですね、ちゃんと電源はね入ってました。ただまあそこからですね映像というかまあバイオスまで起動するのかっていうのはちょっとモニターをつなげてからの確認になるので、今からねそれを確認していきたいと思います。電源を入れていきます。スイッチオン。ちゃんと入りましたね。お、来た。よっしゃー、これでバイオス、あ、ちゃんと起動しましたね、バイオスもね。コア i5、第5世代ですね。よし、オッケー。ということで今回このパナソニック、CFMX4 ですね、電源は入るけどバイオスが起動しないというジャンク、原因をね調べていくと、まあ、どうやら CPU が怪しいということで、リフローしてちゃんとバイオスまで起動するようになりました。ビジネス用のノートパソコンということでね、わりかし外にね持ち出して使う機会っていうのがすごく多い形の機種になるかと思うので、まあ、もしかしたらね前オーナーさんが使用中にまあちょっと落としたりとかですね、まあ、そういう衝撃が加わってハンダクラックが入ったか、鎖国のね労働環境においてまあちょっと発熱が原因でまあハンダ CPU のハンダにクラックが入ったのか、まあそのねどっちかだと思うんですけれども、まあ今回ねあの無事リフローでバイオスまで起動することができました。ただ手持ちにSSD がなかったんで OS を導入してですね、まあそこから各動作確認っていうのを、まあ、まだできてないんですけれども、まあ、とりあえずね起動までは持っていけたというところで、まあただですね、まあとりあえず起動させたっていう感じで、まあハンダクラックに関してはねやっぱり再発の恐れがありますので、この状態でね、まあ、どこまで持ってくれるのかはわからないですけれども、まあリワ博はねさすがにちょっとまだあの僕の技術が追いついてないんで、まあ、できないですけど、今後ね、まあ、練習してできるようになればね、まあもし再発した時にちょっと挑戦してみるのも面白いかなと思いますね。はい、ということで今回のジャンクは以上になります。ご視聴ありがとうございました。バイバイ。